5月28日日曜日のオープンキャンパスは、福祉としての保育を学ぶ、どんな授業実習をするのがテーマです。保育者を目指す学校での社会福祉の勉強の一端や実習についてお伝えしたいと思います。社会福祉、中でも福祉施設に関わる授業はどんな授業があるのでしょうか。子どもの養護、障害支援などに関わる実習ではどのようなことをするのでしょうか。今実際に勉強をしている学生さんからお話を聞きながら紹介していきます。またゲストとして施設で働く卒業生にも経験を話してもらう予定です。授業や実習はどうだったのかはもちろん、施設への就職につながった経験も話してもらいたいと思っています。皆さんのお越しを心待ちにしています。